ピッチは絶好のコンディションです。Football is my life! な皆さんこんばんは。同じくジョン・カビラです。解説はおなじみの長谷川健太さんです。長谷川さん、よろしくお願いします。こんばんは、よろしくお願いします。エキシビションマッチをお送りいたします。本日の対戦カードは南アフリカ対サウジアラビア。南アフリカの選手が入場します。さあ、前半戦が始まります。画面に向かって右にエンドを取ったサウジアラビア、反対側左にエンドを取った南アフリカ。コーナーキックを得ました。さあ、チャンス到来。マイナス方向へのパス、スローインです。もう一度見てみましょう。蹴り込んだ。この選手は動き出しが非常に速いですね。前半15分、いいパスが出た。最終ラインの押し上げが速い。間にスライディング、スローインです。華麗なドリブル、よく前を見ている。流れを止めた。放り込んできた。スペースを見つけた。オフサイドを取りに行った。見事なゴールで同点に追いつきました。ただいまのゴールシーンを振り返ってみましょう。蹴り込んだ。ヤマン、キラーパスになるのか。シュッ、アンビリバボール、ゴール、スーパーゴール、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 ミラクルゴール、パパナパパーナ。引き離します。ただいまのシーン、もう一度振り返ってみましょう。蹴り、ここで笛です。前半終了。前半戦が終わったところで途中経過をお伝えします。得点は2対1、南アフリカ。
1点リードしています。さあ長谷川さん、はい、ここまでの試合どうご覧になりましたか？そうですね、サイド攻撃にもっと意識を配ってほしいですね。はい、どうもありがとうございました。それではこの後も試合をお楽しみください。後半戦キックオフ、スローイン、前が空いた、ここで折り返し、ヘディング、ドリブル。後半20分経過、ワンツー、ラマン、危険なタックル、つながればチャンス、ラマン、シュートミス、スタンドから吐息が漏れます。交代した選手がサポーターの声援を受けています。オフサイドを取られました。ヘディング、がっちりキャッチ、スローインです。ここで試合終了のホイッスル。南アフリカ粘り勝ちです。それでは長谷川さん、はい、試合を振り返っていかがでしたか？実にいい試合内容だったと思います。はい、どうもありがとうございました。残念ですがこの辺でお別れの時間です。実況は私ジョン・カビラがお送りいたしました。解説は長谷川健太さんを迎えてお送りしました。長谷川さん、どうもありがとうございました。ありがとうございました。それではサッカーを愛する皆さん、またお会いいたしましょう。さようなら。